し。はい、皆さんおはようございます。リディア・シモンです。本日もよろしくお願いします。はい、今日は10月17日月曜日なんですけど、はい、ちょっと話しよる途中に無線が入るかもしれんのんですけど、今現場でコンテナ設置するんですけど、監督さんがいないんでね、今ちょっと監督さんを呼び出してもらっているところです。はい、だから喋ってる途中に無線が入ったらごめんなさい。はい、でね、昨日夕方視聴者の和幸さんから庄原の新米コシヒカリが届きました。ありがとうございます。はい、早速ね今朝食べてきました。昨日の夜仕掛けておいて、で今朝ね、お茶碗によそってねいただきました。真っ白い綺麗なお米でした。はい、僕普段納豆で食べるんですけど、ちょっと納豆いきなりかけて食べるのもったいないなと思ってね、二口三口ねそのままの状態でいただきましたけど、やっぱり甘いですね。甘みがある。うん、でね、僕味覚音痴なの知ってるでしょ皆さん。もう味覚音痴なんですけど、この味覚音痴の俺でもね、やっぱ新米って味の違いが分かりますね。はい、もうほんとご飯だけで食べれるっていう、ご飯がおかずになるっていうね、そういった感じで非常に美味しくねいただいてきました。朝から、はい、ありがとうございました。ね、タイミングがいいよね。ほんと茶前くんからもらった 30kg の玄米を精米した日の夕方に庄原から新米が届くというね、ねえ、なんともあれですけども、はい、もちろん茶前くんからいただいたお米も食べたいと思いますよ。はい、いただきます。はい、で僕最近まで食べよったお米が、おじさんがねなんか JA で買っとってくれたお米なんですけど、ちょっとね黒いというか黄色いというかそういったお米だったんですよ。うん、でそれを食べてたんで、久々にね白いお米を見たんでね、うわ綺麗と思ったんですけど、うん、いやそのおじさんにもらったお米も味は別にお米なんですよ。ただ見た目がちょっと黒っぽいんですよ。うん、詳しく聞いてないんですけどね、あれはそういうお米なんですかね、玄米とかそういうのじゃなくて、そうちょっと古いお米なんかな、よくわからんのんですけど、まあ、ちゃんとJA の袋に入っとってからね封がしてあってね、うん、それを最近まで食べてました。はい、ねえ、まあ、ほんとね、だから最近お米はね当分買ってないし、これからも買わんで済みそうですね、おかげさまで。はい、ありがたいです。ほんとお米ってありがたいよね。今から子供たち食べ盛りになるし、まあうちの子はね小食なんでね、あまりあれなんですけど、まあ言ってもお米ってやっぱりねかかりますよね。それでなくてもね家計は圧迫されるわけでね、物価が上がるばっかりでね、お米をいただけるって本当にありがたいです。はい、ありがとうございました。はい、でね、無線になりませんけど、これ俺とうとうビニール手袋がこう破れてしまったんですよ、先っぽが。はい、もう破れてきてね、でさすがにこのテムレスでもね、この間匂わんって言ったんですけど、さすがにこのずっとこれつけとったんですよ最近、革手がちょっとなくなってから破れて、これ1週間ぐらいこれで作業しよったら、もう手摘みも全部これでしよったんですよ。そしたらもうさすがに匂いがねしてきたんで、はい、でもう破れてきたんでね、はい、こっちも破れよんよ、左も両左右ね中指の先っぽが破れ始めたんで、はい、今日この後設置したらね、帰りがけにワークマンがあるんで、そちらによってビニール手袋と革手を買おうと思います。はい、あとまあ安ければ、安いのでいいものがあれば、この冬の長袖シャツも買おうと思います。はい、もう去年ねもう 4,5 年着たやつをね、もう毛玉もぐれでもう汚かったんでね、去年捨てたんでね、今年買わんといけんのんで冬服を。はい、まあ、沖田繊維で本当は買いたいんですけどね、安いんで、まあ、ちょっとこの後ワークマンに寄ってみようと思います。はい、はい、でコンテナ設置終わりました。後ろコンテナ背負ってないんでガチャガチャですけど、すいません。ね、倉庫にコンテナ付けに帰るかなと思ったら、現場が引き上げの現場があって、今からね呉市川尻町雇用の方に行かんといけんくなったんで、ちょっとワークマン寄れませんね。はい、たちまち広島東から多分高速乗っていくようになるかな。それかあっちのどこだったっけ、あれ福
福田の先の方から広島高速乗って、でそのまま広島呉道路通っていくか、ちょっとどっちになるか分からんけど、今ナビでね一番早い道セットして、それでも1時間8分51キロですね。これが一番早いルートみたいです。とりあえず川尻の方に向かっていきたいと思います。ちょっとその前にコーヒーを買いますけど、何も飲んでないんでまだ。コーヒー、熱い、ホット、全部売り切れ売り切れ売り切れって書いてあるのかと思ったら、赤い字でホット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 って書いてありましたね。郷ひろみがたくさんでした。うまいね。よしこ、出発進行。ここすごい、チップスターのチップスターも売ってましたよ。お菓子が売ってました。はい、じゃあ雇用の現場を出ました。目の前もうすごい海が広がってますけど、ちょっと見えんかな。2トンはね背が低いんで、大型だったら見えるかもしれないけど、ちょっとこの防波堤が邪魔で見えんかな、はい、あ、ここはバス通りなんですね。神田ドックヤードってなんか造船所みたいなのがありますけど、さあ時刻が10時50分です。はい、もう昼間に合わんのんで、ドバに降ろせれんのんで、どっかで昼飯食って、おお、ポーターがおる。軽トラ、マツダのおなじみポーターですね。軽トラかわいいね。昔市民球場でさ、あのカップヌードルのなんか模型を背負って、荷台に背負ってね、ポーターが走っとったの懐かしいですね。さあどっかでコンビニで弁当買って食べながら帰りましょう。言うてあんまりね悠長にしとる時間はないかな。普通にコンビニで弁当買って食べたらまたすぐ出発する感じですね。昼1時にね降ろしたいんで、あまりゆっくりする時間はないですけど、線だったかな、さっきナビで見たんですけど、そこから国道185号線に出ます。そこ目の前にちっちゃな港がありますけど、これが川尻港だったね。川尻港もちょっと向こうかな。前も一回ここね動画撮ったことあるんですけど、川尻って筆の町なんですね。熊野も筆だけどね、川尻も筆が有名なんですよね。筆の町川尻。あ、もうセブンがあった。もうセブン止まろうっすね。はい、じゃあ川
尻のセブンで今日はご飯にします。うわ広い、止め放題だね、止め放題。バックします、バックします、バックでします。ごきげんよう、クリス松村です。はい、じゃあご飯食べます。昼飯買ってきました。こっから生のセット、なんか久しぶりにセブンでお弁当買ったんですけど、結構セブンってお弁当変わったんでしょ最近、ちゃまいくんから聞いたんですけど。はい、で今日僕が選んだのがね、こちら、なんだと思います？なんでもいいよね別に、好きなもん食えやっていう話でしょ。はい、好きなもん買いました、直感で。今これが食べたい気分だった。はい、じゃん、サバ弁当、焼きサバ弁当。はいね、小骨がまあちょっとありますって書いてありましたけど、美味しそう、めっちゃいい匂い、いい香りがする、サバの。温めてもらったんでね、そしてこの昆布の匂いもね、香りもいいですね。うわー、ほろほろ、もうご丁寧に身がほぐしてあって最高ですね。いやー美味しそう、湯気が出よるしね。いただきます、クリス松村がいただきます。いやん、いやんとか言わんか、クリス松村。いただきます。うん、サバですわ。落ちた、うん、普通にうまい、うん、小骨も全然ないじゃん、最高やね。こりゃ新米と食ったらうまいで、サバはね、まあ、新米は何と食べても美味しいですけど、なんかもう今のさ、セブンで弁当を選ぶのに、なんか昔だったら牛カルビ弁当とかね、ああいうのを選びよったけど、なんかサバとかね、それこそ幕の内とか魚系に目がいってしまいますね。家で焼き魚食べるのはね、そんなに好きじゃないんですけど、こうやってお弁当だったらね、骨が外してあるじゃないですか、だから魚食べたくなりますね。うん、うまい、やっぱセブンが美味しいな、ご飯は。うま、サバ。あ、わかった。最高。あ、コーヒーがない。ということで美味しくいただきました。今11時3分ですね。
1時間半ぐらいあれば帰るかな、ドーバーまで。案外20分ぐらいちょっと休憩できそうですね。うん。まあ、ちょっと、もう15分ぐらいちょっと休憩させてもらって、出発したいと思います。はい。じゃあ今日のおしゃべりはここまで。あとはちょこっとね、この辺の川尻の18号沿いを運転して、今日の動画終わりたいと思います。はい。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また明日。バイバイ。